こんにちは、スクです。会社バックレル3やります。なんかすげえかっこいいな。もう総集編っていうか、いよいよクライマックスって感じだな。よし、じゃあやろっか。スタートいや、タイトル画面はかっこよかったけど、会社は相変わらずしょぼいな。ブラック HD。 ステージ1、気になったものはタップ、スワイプで使える。あれ、上司の人はさ、上司のバーコードのおっちゃんは変わんないけど、隣にいる人誰？初めて見たよ。ロッカには何もない。で、横行って、おう、書類の陰に隠れてた。で、まあこれで、出れますと。キラキラリーン。オッケー。ステージ2。おう、もうさっきの人いないな。書類は？ここ書類はもう関係ないな。サライン隣。ひどい大丈夫かおい誰なんだよあなた、そもそも先輩なのか。お、鍵くれた。でもなんか後ろのさ、本棚が怪しいんだけど。この書類を渡す、受け取らないか、さすがに。まあ鍵使って出るか。うわー、やっぱな、なんかちょっと怪しいと思ったんだ。まあとりあえずまあ助けますか。で、書類がまとまって鍵もらう。で、鍵使わずにこの書類をこういうとこに並べる。こうバリケードになってんじゃん。で、こうやっていや、それぐらい避けるか飛び越えるかできそうだけど、まあいっかステージ3。この人誰なんだろうね。なんか森本レオンに見える、芸能人の。なんだこれ、初めて見た。何これ、なんかハンガーみたいな、マイクスタンドみたいな、謎のシンバルじゃないよね。これはコピー機？え、誰あ、自分か。等身大の自分をコピーして、あ、これを貼り付けんのか。3枚やる顔がちょっと違った顔が違うぞ、全部。よいしょ、よいしょ。うわー、女の人がいたわ。3枚やるのは多分いいんだよね。後ろの冷蔵庫が怪しいな。ちょっとこれ3枚取り終わったら後ろの冷蔵庫調べよう。あ、これ取っちゃいけないやつじゃん。残業しちゃうんだよ、自動的に。ああ失敗だわ。まあとにかくコピー取ってなんでこんな全力なんだよ。で、上かな、いや、ないな。こ、あ、ロープがあるぞ。ロープどうする。まあとりあえずこれ使うでしょう。で、ボエーンってなって、で、このロープを上司には使えない。この人、違うな。あ、ここか。こっから出るんだな。もう結構常習犯で、こっから出る。ワン、ツー、スリー通して、これ全部出てるな。ステージ4。あれ、いないぞ、上司が。誰だ、お前。誰？触っても何もなんないな。こっちのパンダも触っても何にもなんない。何なのこの差クオリティの差ああ、一発で上司引いちゃった誰なんだよ。真ん中調べるか。真ん中何もないな。お、笹の葉があるぞ。これをじゃああげるか。食べた。あ、タイヤもらうか。タイヤこいつにやるか出れた何者ですかあなた。会社に何しに来てんだよ。ステージ5。あれ、あ、なんか突っ張りのやつ。あれ、こいつ就職したの。うわあ、誰だよ。何すんだよ。うわあ、ダメだ。反対側開けようと思ったけどダメだった。いや、あのヤンキー上がりみたいな。これなんだ、皿？触っても何もならないな。上司がドアを守ってる。あ、これ来たらいいのかな。卵あるぞ。卵もゲット。これこいつにやる？
かぶんないか。これじゃあ上司にあげる。これ卵。やった。んで？ん？これでまだ開ける？いやダメか。自分はやっぱ変装したことになってないな。ただ持ってるだけじゃ。ゲットゲット。ここに置いて、こいつにかぶせらんないな。机は毎度のことながら調べらんないでね。あ、ここにやれんのか。あ、生まれた。帰ります。すり込みだ、すり込み。最初に見た動くもの親と思うってやつ。ステージ6。あー、これ触っちゃダメなやつ。何もないな。なんでこんなアラビアというか、なんていうか謎のやつ。これ何？なんか電車が回るやつ？電車が回るやつ。これは何だろう？隣行くか。なんかこのアラビアンな感じ。ゲットしちゃったけど、あれゲットしちゃった。え、あなたは？何？渡したらチャキーンってなっちゃった。これゲット、これゲット。ここで回転か？で？え、これをどう回転すればいいんだ？ん？これあげる？あ、持ってった。さよなら。え、そんで？あ、はしごもらえた。で、このはしごをここにかけて。いや、もう意味がわかんない。意味がわかんないっす。普通にかっこいいな。ステージ7。なんだこれ、闘牛士的な衣装。じゃあ先輩これ着てくださいよ。ステーキがあるぞ。絶対怒って突進してくる系だ。お、なんだこれ、初めて見るな。起き上がりこぼし的な何か。これなんて言うんだっけ、赤べこだっけ。なんかどっかのお土産とかのやつだよね。これは飲んじゃいけない。ナイフ。これこうする？これこうする？これこうする？ほう。あ、フォークがある。おっしゃ。で、こうして、あ、じゃあ。え、こう。え、ダメなの？なんで？こう。こう。こう。上司に渡すか、この衣装。はい。ダメ。じゃこれフォーク、はい。ああ、いったいったいった。で、はいはいはい。なんだよ、どうしたらいいんだよ。誰かが突進してくるんじゃないの。はい、いいよ、出ちゃうよ。あ、出れた。あの衣装の意味なんだよ。バックで成功。よし、ステージ8。あ、ドローンがあるぞ。いきなりドローン。ここは、お、リモコンあったな。リモコンっていうかコントローラー。リモ、まあリモコンか。なんだこの成金のやつは。ここかな？発着の。これ子供にやるよ。おう。あ、鍵落とした。よっしゃー、ナイス。イエーイ。あの子供すげえな。優秀だな。優秀なドローンパイロットだ。よし、ステージ9。寝てる。そんな寝るんだったらお家帰りないよね。あー、これ取っちゃダメなやつ。危ねえ。で、特に他には何にもないな。ここは？雷様の。これドリフターズじゃん。ここに。これは、え、なんで渡してあげたのに、なんで怒られちゃうの、長さん。え、どこだっけ、ここにあったっけ。 OK。 で、これ、自分にさ、来てここに座ればいいんじゃない。あ、わかった、わかった、わかった。これをゲットして、これって言っちゃった。上司ここに座らして、で、これ着せて、あれ、着ない着ないの。で、こっち、あ、メガネ。
あー、中本浩二役か。なるほど。あ、本物が来た。で、鍵ゲット。ほい歯磨けよ宿題やったか もうこの会社何してるところなの。なんで中に重機があって、しかもそれゲットできるんだ。この椅子は今のところ関係ないな。これは触っちゃった。あ、これ重機使って運べってことか。うわ、腰やった笑われた、考える人に。重機ゲットして、で、重機でこれ運ぶ。で、緑だからここに間違えた。え、いいの、ここでもう動かせられない。これは、え、もう触れないんだけど、何にも。ん、またゲット。あ、またゲット。え、ちょっと置く場所間違えた。これ絶対違うっしょ。うーえボコられた。なんてことするんだ。でも最初にこう置いちゃって、これでミスることないな。オッケー。あ、自由の女神は何でいたんだ。お、動いた。おお、鍵だ。やったぜ。自由の女神が持ってたわ。よいしょ。イエーイ。自由の女神違い。でも大元はこれなのかな、自由の女神って。なんか絵であるよね。あの、改革の、なんか、先導した人でしょ。ステージ11。おう。いきなり窓開けたら死んだ。あれ、これさっきのヤンキーのやつ、なんだこれ、頭につけてる。誰だよ、誰なんだよ。なんで会社にこんな知らないやついっぱいいるんだよ。プロレスラーなのか、さっきの。これいる、いらないか。ちょ、上司につける。ちょ、もう寝てるときは大概上司取れるんだな。で、上司ここに配置して、で、これセッティング。グー一発で死んだ。あれ、ブッチャーだっけ、喉になんかチョップみたいにする人。さよならブッチャー。あ、俺はタイガーマスクなのかな、虎模様のマントしてたけど。ステージ12。これは何、またなんか中本浩二の衣装、ブッドリフターズの。なんだこれ、あ、めくりすぎたら女の人がいた。これ取って、で、これ取って隣行くか。あ、仲間とこっちいるじゃん。あ、触っちゃった。あ、寝てる時以外触ったら怒られるな。よし、で、これあげる。よし、で、これを叩く。おりゃちょっとここさ、ここブラックな会社なんじゃないの、ここ。なんなの普通に楽しいとこじゃん。ステージ13。野球ボール。花には取っちゃいけない残業のドリンクしかないな。お、一本足打法。これ、お、サラハル？ジャイアンツの。これは誰？お、見とれてるぞ。お、じゃ、これあげるよ。なんか、これ。なんかノックになっちゃった。いや、とりあえず、じゃあボールは取っといて、で、まあ、ここ開けて、ここ開けて、これ取って、これをじゃあ上げるよ。よし。で、ボールも上げる。おお、大丈夫？あ、運ばれてった。あ、開いた。いや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 、さすがに自分自身怪我してるの、なんか楽しそうに写真撮ったらダメでしょ。ステージ14。お、さっきよりは小さいトンカチか。これはなんか施術してくれる人。ちょっと一旦隣行くか。なんだこの緑のやつ。これ終わる？チケット。マッサージ用のチケットってこと？これじゃ渡した。あ、自分がやっちゃう。あー、これ上司に渡せばよかったんだか。島田、いやー
すいませんでした。これでこうしてこれゲットで、これを上司に渡す。はい。なんで若干内股なんだこの人。グーグーで帰る。バイバイグー。Dun dun 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 d